越しの滝上と中江です。よろしくお願いします。んガンダムちょっと中江さん立つとね。あ、すいません、ウィーン、はい、ガシャーン。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回あの全国単独ライブツアーということですが、はい、どういうツアーになるんですか。あ、ちょっと待ってください。一回の僕座高高いんで椅子下げていいですか。いやいやいや、どうでもいいわ。今回どういうライブツアーになるんですか。もうですね、あのカカオ、カカオあのカカオは関係ないです、うん、今チョコレートブームですから、はい、過去ですね最大規模の単独ライブツアーでして、うん、14公演やるんですよ、うん、そうですねもう本当にツアーを始めて今回で5年目なんですけども、本当に毎年毎年大きくなってって、はい、1回目のツアーと比べるとほぼ倍の数、ね、もう今回はもう14公演やりますからね。どんどん数が増えていってるんですけど、うん、道理でなんか最初の頃よりは疲れ取れねえなっていうふうに思ってたんですよね。そうですね、はい、お風呂使っても疲れが取れなくなってきてるんでね。はい、で初めて行く場所も今回もすごくありましてですね、うん、静岡、宮崎、新潟、どこだっけ、いろいろね、あの増えたんですよ。インドはね、インドはですね、はい、あともう一個、はい、あります。いろいろあるんですけど、はい、そうですね。だからもうそういうところもありますから、初めて、お会いできるお客さんも今回はたくさんいると思います。はい、そうです。これはもう毎年一応一貫したテーマがありまして、もう本当にご家族、老若男女を楽しめる作りになっておりますので、うん、そのお笑いライブ初心者の方とか、初めてお笑いライブ見るんだけどみたいなね、うん、方々にはおすすめのライブにはしようかな。あ、どうした群馬。いや、開催都市のね、名前ね、急にね、ちょっと割り込んで入ってきましたけど、いや、草津温泉綺麗ですね。はい、ね、いいですよね、僕好きなんですよ。僕もね、下呂温泉出身なんですけど、草津温泉ね、やっぱり行った時に、はい、負けたくないってやっぱあるんですよね、はい、温泉街出身として、はい、ただ草津バスで旅行で行って、バスから草津に一歩降りた瞬間に負けたって思いましたね。完璧な温泉街です、負けたって言いましたね、はい、そんなんどうでもいいですけど、どうでもいいです。はい、とにかく老若男女楽しめる舞台にはしようと思ってますね。はい、ポジションをサンシャイン池崎に持ってかれた感じですかね。子供人気でいうとね、うん、だそこはぜひ取り返して、もう奪いたいですね。ね、はい、やらないとダメですよね。奪ってもう俺がもうチューエーイってやるようにね、ならなきゃダメですね。チューイエーイ。はみ出しちゃってウィーン、はい、ガシャーン、ね、やってたってことでね。はい、お願いしますね。はい、固定カメラなんでね。そうですね、はい、お願いします。で、まあこの単独ライブもそうなんですけども、なんていうんですかね、このライブを見て、あ、じゃあうちのイベント呼んでみようかな、うちのお祭り呼んでみようかなみたいな、うん、営業がどんどんこのまま増えていってですね、もう打倒鉄腕のトムさんになろうかなと、そういう野望はちょっと持ってますね。そうね、はい、立ち位置的にはもうそこら辺も狙いつつ、うん、あとはやっぱ子供人気もね、そうね、狙いつつ、だもう初めて来る人でももちろん楽しみやすいライブですし、さっき滝も言いましたけど、あと今までお笑いライブを見に来た人たちでも本当にもう難しいこと考えずにポーンと笑える作りになってます。あと今までのお笑いライブよりも、どのお笑いライブよりもお客さんも一緒に参加して盛り上がれる、これがもう僕らのライブの見どころとなってますから ね、だからお笑いライブというよりは、うん、アミューズメントパークに近いような感覚ですね。そうね、まあ岐阜でいうエナキオランドみたいな、ね、エナキオランドも例えが分かりにくすぎるわ。お前それエナキオランドに失礼やろ。いやいや、もうエナキオランドとかね、うん、まあ打倒としまえんとか、うん、もうそういうことですよね。そう、うん、というわけで流れ星単独ライブ全国ツアー流星ランブ、絶対みんな来てください。遊びに来ないと、はい、スキルがあって、おしおしおし、あ、今回こうやって下げないと、はい。